様で拾った飢えた狼がよもやここまでになるとはな。父上、まこと惜しい。だが切るぞ。巫女の忍び、お待ちしていました。すみません、お米がまだ。またまたいらしてくださいね。忍びのお方、お役。忍びのお方、お役目を果たしていただき、礼を言います。あの人は今、ステローの施術場に。これで試しが進む。きっと師匠も満足するでしょう。これは謝礼です。どうか王様。Thank you.
そろそろ私も施術場に参ります。あなたは役目を果たしてくださった。我が死と共になさねばならぬ。そろそろあなた我が古い記憶、わかりま、狼殿。武士や。
もう。お主、恋の鱗を知らんかえ。宮様の宝恋、遠くに鱗。それを持てば、存分に褒美を取らそうぞ。もうお主よ、もしどこかで我と同じ壺に合うことがあっても、あやつの願いも聞かぬでおくれや。あれは一族の恥物、己のため主の恋様を神仙とした大逆の罪人よ。また売ろう。そこのお主だ。お主、もしも。今度は。そこのお主、もし。今度は武士や
Thank you.
よう旦那、また飽き。じゃあな、旦那。武士や。ではな、また久しくらいならかし。よう旦那、また飽き。じゃあな旦那。花山毎度旦那、さあ。じゃあな旦那、また来てくれ。本に戦で鎧このご。
こう。死者がある伊豆湖へ。いかがでしょう、道作様。道順。ん？ああ、まことですね。師匠、私がうまく言い含めておきます。忍びのお方、感心しませんな。我らに断りなく、この施術場に入られては困ります。お引き取りください。忍びの我お引き巫女のお待ちし、また。